正面、エントランス、松本市立博物館は、長野県松本市丸の内にある博物館。建物は、松本城敷地内にあり、松本城関連の歴史資料と、市民から寄贈された民族資料約10万点を所蔵、常設展示する。本館の前身は、1906年に、松本神城高等小学校内に開設された、明治37。 8年戦役記念館である。同館は1931年に松本市の所管となり、1948年に松本市立博物館と改称された。博物館は当初の所在地から二の丸へ移転、地蔵清水への移転を経て、1952年に二の丸へ再移転している。1966年、 博物館は財団法人日本民族資料館に寄付された。1968年に日本民族資料館が開館し、以後、松本市立博物館と日本民族資料館の名称が併記されるようになった。なお、日本民族資料館は2005年に解散し、施設は松本市に寄付され、以後は再び松本市立博物館と称している。 本節の記載は、国指定等文化財、松本市、2020年9月26日閲覧による、以下の文館が設置されている、松本市立博物館、松本丸ごと博物館、2014年2月15日閲覧。松本市立博物館条例、第27回学と松本、 博物館、カンカン学学対談を開催いたします。松本丸ごと博物館、2014年2月15日閲覧。AB、博物館の業務案内。松本市、2020年9月26日閲覧。松本市立博物館、ニュース145号、2006。ありがとうございます。